ありがとうございました。ただいまお送りしました曲はサミーこのアレンジでストライクアップザバンドでした。トリストをご紹介しましょう。オンドラムス横山さん、ハルト。改めまして皆さんこんにちは。私たち東京電機大学コースジャズオーケストラジュニアバンドです。では、バンドを変換していただいて、ただいまお送りしました曲ストライクアップザバンドは、第1部の上智大学さんと曲が被ってしまったらしいんですが、よかったなと思ったのはアレンジが違うアレンジなんですね。たまたまそのトライカルザバンドがあるのやりたいなと思って譜面を探していたら、たまたま違うアレンジのものが譜面を見つけまして、これをやってみようかなということで、こちらのアレンジをやってみました。申し遅れました。私、本日の MC を務めさせていただきます、本ティナーサックス小川正弘です。よろしくお願いします。ストライクアップザバンドってもともとミュージカルの題名というかその曲目だったそうなんです。内容ミュージカルの内容自体はなんかその反戦のメッセージをなんか込めたなんかやつらしいんですよ。ちょっと調べたんですけど、ウィキペディアが英語だったんでちょっとコロッケがちょっとよくわからなかったんですけど、ストライクアップザバンドもともとはそのミュージカルの序章の最後の方に使われているマーチングの曲だったらしいんですよね。それをそのビッグバンド用にアレンジしたのがそのサミー・ネスティコさんという人で、そのサミー・ネスティコさんという人がその2つのアレンジを作って、1つは上智大学さんがやられて、でもう1つのアレンジの方は今我々がやった曲なんですけど、そのサミー・ネスティコさん、あ、そう、サミー・ネスティコさんといえば次にお送りする曲もサミー・ネスティコさんが書いた譜面の曲をやらせてもらうんですよね。次にやりたい曲が、Fly Me to the Moon という曲をお送りしたいと思います。先ほどとは、打って変わって大人な雰囲気の曲をお楽しみください。それでは、参りましょう。サミー・ネスティコのアレンジで Fly Me to the Moon です。どうぞ。Oh, no.
聞いてた面を、お送りいたしました。ゲストを紹介しましょう。オンカルトスタッツ、岩泉タイガーめっちゃ、めっちゃいい姿だったと思いますけど、本当、サイちゃん、サイちゃんって言ってるんですけど、サイちゃんってめっちゃ好きなんですけど、本当、雰囲気です。めっちゃいいですね、本当。めっちゃいい曲だし、めっちゃいい姿なんですよね。では、結果を始めてください。次に、お送りする曲が、最後の曲となってしまうんですが、その前に、ちょっと、感謝を述べたいと思います。最初貸してくださった東工大の方々、あと吉柄の方々、東工大が、その主催の方々、あと、見に来てくださったお客様方、そして、バンドみんなにも、感謝を述べたいと思いますが、本日は、このコースの演奏を聴きに来てくださいまして、どうもありがとうございました。次にお送りするか最後の曲になってしまいますので、最後に先に、プリストを紹介したいと思います。オン、ファーストトランペット篠原颯です。オン、ファーストアルツサックス本山と以上2名のプリストでお送りしたいと思います。最後にお送りする曲はウェザーリポートのナンバーで、ね、バードランドをお送りしたいと思います。先ほどから打って変わってかっこいい雰囲気の中終わりたいと思います。本日はどうもホースト・ジャパン・オーケストラ・ジュニアバンドの演奏を聴きしてくださいました。ありがとうございました。では